第1回おじもとちょっと言うよ、りょうりょうかりょうの方で、わー俺マジわからんって、まあ、僕のチャンネルでも秋日川と梅谷を押しててですもんね。それのりょうくんバージョンってことですね。そうです。僕のチャンネルではちなみにりょうくん1位やったり、そうやな、はい、だからそこは相思相愛かっていうところも見れるし、ウェブの方には罰ゲームがございます。罰ゲームはりょうくんと一日温泉デートでございます。全然いいけどな、普通に。あ、罰ゲームじゃない、まあ、疲労回復やもんな、ご褒美や。ああ、ちゃんとあれやで、食べ歩きとかもして。じゃだっちゃこの3人で飯行ってる量とこの俺も含めて飯行ってる量少ないって。俺一番ここの飯も多いじゃないですか。ここだよな、まあ、なんか有利やって言われるのも分かるんですけど、ほんまりょうくん分かんないです。僕も分からないです。俺6点やってやったねんけど、ちなみに。それでは第1問、はい、辻本亮の好きなサッカー選手は誰？知らん、はい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 、これもよく言うてます。はいはい、これは知ってる、これよくよく言うてるね。よく言ってます、これは。これはよく言ってるな、はい、こんなヒントもいらんよな、だって。ヒントいらないです。だって亮君この選手しかおらんもん。それでは回答を一斉にお願いします。せーの、エジル。あー、エジルやもうそのゾーン入る。そういえばのゾーンがもう入った。エジルやー、一問目やつで聞かせてください。それがおもろいな、この企画。あー、エジルや。じゃあ回答こちらです。好きなサッカー選手はメスとエジル選手です。エジル、合ってました。これ結構言ってるんですよ。これはずっと言ってる。あ、言ってた言ってた言ってたよ1点でかい。でもちょっと最初問題バッて言われた時ちょっと焦ったけど、あで、あ、あの引き出しって開けたら、そうそうそう、言いましたね。開かへんかった。それでは第2問、辻本亮が所属しているプラムワンデの背番号は何番？せこない、せこいわ。ちょっと待ってな、はいはい、もう書きましたよ。あ、早い早い、せこいって。いや、ちょっとこの前な、この前のあのプラムワンのウェブサイトで見て、だいぶ出してるですもんね、これも。そうやな、出てる出てる、うん。俺プラムワンオーナーですよ。選手一人一人の背番号言えないわけがない、ちょ、不利や。じゃあまずはこれ絶対梅ちゃんは外さんもんな、はい、じゃあ梅ちゃんからどうぞ。 8番。8番。8。おー、8番ーせーなー。プラムワンでの背番号は8番です。8番です。それでは第3問でございます。よっしゃ、辻本亮の出身地はどこ？出身地アースっすか？地球じゃなくて、どこまで？大阪府何々市で答えてください。ま、ちょっと2つでどっちや、どっちや、そのマンションの号室まで書いた方がいい。いや、書くな。それではちょっと回答の方お願いします。梅ちゃんからいきましょう、お願いします。岸和田市。うわ、そっちかよ。え、違うから。岸和田市、岸和田市、岸和田市、岸和田市。全然エリアの話してる。出身地は岸和田市です。はい、あ、じゃあこれどうだ。だんじりや、だんじりでさ、その俺だんじりだ、これも南に住んでるよ、有利やって。だんじりその豊中市と美濃市の違い分かる？君たち。そういうことよ、こっちからしたら。いや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 、違うな。おう、それでは第4問参ります。はい、これはりょうくんとご飯よく行ってるから絶対知ってるはずやで。これ分からなかったらもうやめた方がいい。何をやめんねん。辻本亮の嫌いな食べ物は何？はい、マジで1個も分からん。一番嫌いなものです、はいはいはい、あのこれりょうくん目線では皆さんが答えてくれるからやっぱりめっちゃ嬉しいです。そういう気分になりますよね、やっぱそっちに行くと、はい、でもりょうくんとね、りょうくんがもう食べへんかったエピソードこれしかないもん。じゃあせーの、トマト。トマト、ニンニク。トマトやろ、トマトやろ、一緒って嬉しいね。あー、トマトやで。嫌いな食べ物はトマトです。よっしゃ、トメイト。イギリ、トメイト、イギリです。トマトです。はい、どうしました。ラーメン食べに行った時に全部の料理ニンニク抜きでって頼んでました。それはニンニクが嫌いなのではなくて、その日、彼女とか何かあるからニンニクを控えていたという彼女寮の人間性、優しさだと思います。僕追加点ありますか？ないです。え、ただトマトわからんかった。もう聞いたこともない、そんな。え、ビクドン行った時絶対トマト食わへん、こいつ。これはもうサービス問題です。サービス問題な、これサービスや、こんなもん。それでは第5問、辻本亮が炎上くんのフットブーツから提供していただいてるトレッシュ、こちらのトレッシュの名前を答えよう。スパイクとか靴詳しくないからこれはちょっと厳しいな。フルで言わなか、部分点ありです。これは部分点あり。僕ね、どんなんかって言われたら言えるんですよ。はいはいはい、もうあれなん、どんなんかもわからん。え、当たった。部分点ってあるんですよね。部分点ありです。マキから行こうか。ファントムビジョン。マーキュリアルティエンポ。お前部分点取りに行ってない。マーキュリアルティエンポどっち、これ。舘さんお願いします。マーキュリアル、でもあれ元から履いてるもんな、赤のやつ。え、あれっすよ、赤のやつ。赤のやつですよ。あれじゃマーキュリアル。りょうくんがフットブーツで購入したトレーニングシューズの名称は、マーキュリアルスーパーフライ5です。答えはマーキュリアルスーパーフライ5でした。ベタリンさんとタツヤさん 0.5。 それでは第6問、今の音したんでかい。
りょうくんがフットゴルフを始めたきっかけは何？はい、は、はい、これはちょっと意義ありなんですけど、何エピソードをトークを書くんですか？理由、なんで始めたかっていう理由を書けたら OK です。ある程度合ってたら OK です。はい、これはいけます。あれ梅ちゃん言ってる、これ言いまくってるよ。これはさっき部分ってあったように僕が詳しく書いたら追加点ってあるんですか？ないですよね。分かってんねんった期間取って、よし、これは来た。りょうくんのフットゴルフを最初に広めさせていただいたのは僕のチャンネルですから、僕はそこでりょうくんとのフットゴルフのトークっていうのを全部覚えてますから、これを間違えるわけにはいかない。そう、私のなんでなんで、私の部分でみたいなのあるって言ってた。うん、言ってた。佐藤さんどうぞ。先輩、先輩マキ、自分の恩師のコーチがやってたから。恩師のコーチがやってたから。梅ちゃん、僕フットゴルフが好きです。本当にフットゴルフが好きで、元関西リーガーの人やんな。え、これちょっと違うよね、こことここでは。正解こちらです。フットゴルフを始めたきっかけ、小中のクーバーのサッカーコーチがやっていたからです。先輩じゃないやん。確かに。え、でも関西リーガーの人やんな。確かにって言ったやん。関西リーガーの人やんな。確かにって認めましたね。そこは覚えてる俺。いや、関西リーガーの人やんな。関西リーガーと関係ないですよね。今確かにって一回認めましたよね。答えはマキ1点。先生って先輩やん。違います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 。それ言い出したら全部って俺 0.5 もらえるやろ。お前 0.2 いらんやん。関西リーガーとかちょっとクーバーとか全部言っててね、単語なしです。あ、帰ろう。おやめよ。誰を絶対でやっとこう。え、梅谷を負けましたっけ？全部負けてるって。僕のやつ運搬っすよね、確か。あ、そうやな。おう、キーガーさん5点。え、5点くす。梅谷さん3.5。5点くす。5点達也さん1.5。5点くす。え、おう。それでは第7問、りょうくんの持ちギャグの5億、これの由来は何？はい、ありがとう。これもエピソード書いてない。えいえい。達也さん、りょうくんが子供におもろい言葉なんか教えてって言ったら、その子供が5億って言った。なるほど、由来やんね。はい、牧川、うん、さんお願いします。そのサッカースクールでちびっこが言うてた。梅ちゃん、公園の子供。お、これは全員部分点の話になってくるんちゃうか。ゴークの由来は、一番最初の動画で隣の子供に好きな言葉は何って聞いてゴークって答えたからです。はい、これはどうでしょうか。どうでしょうか。その動画はちなみに今は非公開です。どうでしょうか。正解です。1、0.5。なんでやねん。俺はこのちびっこが言うてたよ。下見して見した。サッカースクール公園の子供だよ。え、お前のチャンネルのことサッカースクールで褒めたって。フォークの由来って公園の子供って言ってやるやん。フォークの由来は公園の子供ですよ。サッカーのチャンネルやからサッカースクールで思ってました。辻本涼のチャンネル言ってですか。チャンネル自体がスクールで思ってましたってチャンネル完璧やろ、回答完璧。それでは第8問、辻本の小学生の時所属していたサッカーチームの名前はどうぞ。スクールではないよね。クーバーじゃないってことね。はい、クーバーじゃない。マキからいきましょうか。いや、俺分からん。あ、これ中学からミスったのぜ。ガンサカ。ガンマサカイ。そうなのよ。いや、でもな、これガンマサカイ。事故ったガンマサカイ。答えの方こちらです。小学校の出身チームは NSC 北斗 SC です。どこやねん。北斗やねん。ガンバ栄はジュニアですからね。そうです、ジュニアです。っていうこと俺中で気づいてるのに出てこないですか。どうしてもな、リフティング終わらないと練習次混ぜてくれへんチームやね。だからこんだけ上手くなりました。お前誰やねん。おう、第9問、りょうくんが好きな芸能人は誰。はい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 、女性、はい、女性、はい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 、は、素晴らしい。は、来た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 。これもわからない。言ったことありますか。あるある、めっちゃある。お前ほんまに言ったことある。ああ、あれか、もう忘れてんな、その基礎。この流れは達也さんが。これは合ってる。りょうくんの好きな YouTuber 知ってます。それどうする。 YouTuber ってもう最近芸能人ぐらいですよね。違います。芸能人ですよね。芸能人です。それでは行きましょう。ほんまに分からん。言ったことある、ほんまに。ないってこと。ことしかない。梅ちゃんからどうぞ。え、今の断密。何やねんそれ。どこ補足してんねんお前。今の断密。今のって書くな。僕有村架純。有村架純さん。本田翼です。え、本田翼は記事やろ。いや、本田翼は記事や。俺好き、本田翼。明日の話題のあの人好きやんな。ちなみにその好きな女性 YouTuber はハッタエミリさん。あ、そうそう、ハッタエミリさんや。ハッタエミリさんね。0.5 やー。違います。あの人テレビだ。それ今の断密。お前なん好きや、はい、答えは。好きな女性芸能人の名前は本田翼さんです。意義あり。本田翼さんです。意義あり。意義ありやわ。死んなくなった途中。どうぞ。本田翼さんは
あの生地っていう印象が強くて、なぜかというと生地は本田翼がなんか東京でイベントあるからって言って生地が、夜行バスを乗って行ったんですけど、夜行バスお母さんと一緒に行きました。いや言わねえよこの年で。結構言ってるっすよね。いや言ってないと思うで。マキヒカさんがあの本田翼さんと TikTok であのコラボしてたやつあるじゃないですか。あれにもちゃんとコメント羨ましいですっていう。あ、だからしてたな。俺ほんまに羨ましいって書かれへんかった。気持ち悪い。次ラスト1問なんで現在の点数を発表します。マキヒカさん5点、最悪や。メタニさん4点、達也さん3.5。うわやばい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 、全然ひっくり返る。それでは最終問題です。マキヒカさんに謝罪をする動画で、ディズニーに行ってぬいぐるみを買いましたが、その時に店員さんに何と注文したでしょう。はい、分かった分かった。はい、オッケー。あ、違う、どっちやね。よしよし、もらった、これなんか覚えてて、こいつアホやな思うて。ちょっと待って、梅ちゃん答えたらあかんて、俺頼むわ。マキヒカさんからいきましょうか。かけ直さんでええか、別に俺。どうぞ。一番大きな袋ください。この店で一番でかいやつください。やつってことは、一番でかいミッキーください。マキヒカさんに謝罪する動画で、ディズニーに行ってぬいぐるみを買いましたが、その時に店員さんに何と注文したでしょう。この店である一番大きいミッキーをください。やつはどうですか。え、やつで分かるやろ。この店にある一番大きいミッキーをください。となるのかもしれませんよね、うん、チップと出るかもしれません。なんでミッキーですよね。言ってんやろ。合ってるやろ。袋やろ、うん、はい、タツヤさん1点です。俺はーいレーティングあるやろ。レーティングはよし、レーティングあるやろ。レーティングあっても負けじゃない。レーティング5あったら同点。レーティングあるやろ。え、分からん。レーティング5点じゃー。レーティング絶対ちゃうやん。なんでやねん。これで全員が並んだんじゃないかな。1点1点1点で変わってくるんじゃないかな。おう、マキヒカさん5点。申し訳ない、半分しか取れなくて。達也さん4.5、梅谷さん4.5。待ってくれ、次の問題解かれて俺外れたらほんまや。待って、いや俺もう抜けですよね。違いますよ、そんな抜けへん。はりゃ俺ちゃちゃここの最下位決定戦なんで俺入らなあかんの。いやいや普通に最下位が決まらなかったので、延長戦にはい行きたいと思います。はい、何ですかマキヒカさん。最下位決めるゲームですよね、これ罰ゲーム決めるやつ、最下位決めるやつ。それをために10問を用意したわけですよね。10問の中では僕1位なんですよ。ってことはここの最下位決定戦に入る必要はないですよね、どう考えても。入ります。ありがとうございます。で意味わからん。なんでやねん。俺ないやろが。それでは延長戦。なんで俺入ってる。ちょっと待って、なんで俺入らなあかんの。りょうくんがフットゴルフで使っている公式球の名前は何。はい、はい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 。あー、聞いたことある聞いたことある聞いたことある。いや、こっちやな。え、マキヒカさんお願いします。ジェブラリー。タテさん、ジェブラリー。アメちゃん、ポペ。なんやねんその2つ。リオくん回答の方お願いします。ジャブラリーです。ポペちゃうんかい。そんな人マキヒカ。あー、ジャブラリーやー、思い出されんかった。なんで思い出されんかった。よし、辻元王はマキヒカ選手です。おっしゃ、嬉しいです。ありがとうございます。こちらこそ、僕の時もりょうくん1位になっていただいたんで、相思相愛でよかったです。ということで、罰ゲームは最下位の梅ちゃんと一日温泉旅行です。朝極楽湯、昼極楽湯、夜極楽湯。